今朝はジャーナリストの須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。引き続きよろしくお願いします。それでは最初のニュースこちらです。19の都道府県で緊急事態宣言延長。全国知事会が国への緊急提言まとめる。 19の都道府県で今日から緊急事態宣言が延長されることを受け、全国知事会は11日、オンラインで会合を開き、国への緊急提言をまとめました。政府が新型コロナ対策として9日に決定した行動制限の緩和については、自治体との協議の場を設けるよう求めています。 緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の延長、今月30日までとなります。え、出口戦略が具体的に検討される、え、されている時期に差し掛かったとは思うんですけれども、え、メールもいただきまして、はい、江東区のワッキーさんからですね、え、先週から行動制限の緩和についての議論が出ています。緩和を口にすることで国民の気持ちが緩むのではないかとも言われていますが、段階的に行動制限を緩和することは必ず必要になる議論、個人 ワクチン接種が進んだ時にどうすべきか、具体的に考える時期だと思いますといただきましたはい、そうですね、あのー、これまでと違って、ですねやっぱりワクチン接種が進んできている中での緊急事態宣言ですから、はい、まあ一定程度の、ねえー、効果、成果が出てきている、じゃどこに出てきているのかというと、ワクチン接種が先行して進んでいった高齢者層、今、感染者のうち5%程度なんですよ、うん、高齢者の感染者というのは。 それのね先行国であるアメリカでも特にそうなんですが、やっぱりその重症化をね、えー、防ぐ、それから発症を防ぐというところには十分な効果があるということが分かってきたわけですから、はい、じゃあ、これが進んできたときに、じゃあ、どういう形でね出口へ向かっていくのか、その出口戦略をきちんと描いておくということは、どうしても必要なんだろうと思いますよね。うん あの菅総理、9日の記者会見で、宣言地域であっても、緊急事態宣言の地域であっても、ワクチンの接種証明ですとか、あと検査の陰性証明を活用して、制限を緩和していくと表明しましたね、はい、あのだからこれがワクチンパスポートという発想になっていくんですけれども、はい、あの誤解していただきたくないのはね、ワクチンパスポートっていうのは、何かこう、ワクチンを接種していないからといって、何らかのペナルティを課せられる、うん、不利益を被るものではなくて、はい、むしろあのどうなんでしょうね、ワクチンを 接種した人に対して、えー、少しプラスアラフの部分を提供していきましょうと、ねえー、ワクチンを接種したことによって、えー、経済活動の再開であるとか社会復帰へ向けて、ねえー、行動制限を緩和していこうということなんだろうなと最近、ねはい、あの東京大阪などを歩いていてると。うん ちょっとあのタクシーを見てみますとね、ええ、そのボディーのところに、私運転手はワクチンを2回接種しましたっていうのを大きく対処してね、<っ>大垣で、えー、ドーンと掲、ね、示してるケースが出てきたんですよ。あそうなんですねでそうやってなんかこう、なし崩し的にと言ってるんですかね、勝手に民間の方が、はいえー、どん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 なんかこう出口戦略に向かっていってしまうと、統制取れなくなりますからね。うんうん、だからきちんとそのあたりは政府が方向性であるとか、段取りを決めるべきだと思いますけどね。う まあ海外でも出口戦略って様々あると思いますけれどそういった事例とかもこう参考にできる部分はあるんですかね。ねそうです,、ねあのー、ですからそういった意味合いで言いますと、ねはい、やはり飲食店であるとか大規模イベント、まあ、もちろん、ね、都道府県間のです、ねえー、行動制限とか移動の制限これについてもです、ね、やはり、えー、緩和していくだって、あのー、やっぱりこの飲食店というところに対して各国アメリカもそうだしヨーロッパもそうだし規制 をかけけたわけですよ、ね、それワクチン接種が進んだことによって、例えばニューヨークではね、あのなんていうんですか、アウトサイドンって屋外の,あの食事するとろはいいんだけども、屋内は入れなかったんだけど、これ入れ始めたりとか、<ー>ね、入れるにしてもです、ね、カウンターで1人の客に対しては、もう 100%OK、OK、とかね。 まあそういうきめ細かなですね、緩和の方向に動いているわけですから、そういったところで、やっぱり十分にね、えー、まあ知見を得てというかですね、あの、洗礼を見てですね、日本も導入できるところはどん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 導入していくべきだし、そうじゃなくてもですね、やはりあの、実証実験という形を取っていって、はい、結果的にそのことによって感染者が増えたりとか、問題が発生すればね、元に戻せばいい話ですから、うん、やっぱり、えー、どうすべきなのかっていうのはやっていくべきだと思いますけどね。はい えまず、この時間は19の都道府県で緊急事態宣言延長、全国知事会が国への緊急提言まとめるというニュースについて取り上げました。今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの須田慎一郎さんです。この時間に取り上げるニュース、こちらです。自民党総裁選、立候補表明の3人が支持拡大を呼びかける。 今月17日に告示、29日に投開票となる自民党総裁選挙。立候補を表明している岸田文雄前政調会長、高市さない前総務大臣、そして河野太郎規制改革担当大臣の3人は、テレビ番組やオンライン会合に積極的に参加、自らの政策や考え方をアピールし、支持の拡大を呼びかけています。 週末もさまざまなメディアで発信されているなという印象でしたけれどもおそらく総裁選の枠組みはこれで決まってきたのかなと。 まあ、あの、これまでね、えー、注目されていて、また、えー、その方向性をですね、打ち出しかない石破元幹事長。はい。えー、この方はですね、おそらく出馬見送ってくるでしょう。うというのはですね、実際派閥ーー、とりあえず17人いるんですが、えぇ、ー、17人のうち4人はですね、もうすでに他の候補の支援に回っています。はい。で、じゃあ、残り13人がですね、じゃあこれ固まって行動できるのがどうなのかっていうところが一つポイントなんですけども、じゃあ推薦人20人足りない人はどうするのこれは、とりあえずですね、二回派から 借りるという形になってるんですが、ええ、問題なのは、借りられるか借りられないかじゃなくて、この13人、本当にいるんですかと。 どうもですね、13人がですね、うち何人かはもう、えー、石破支持というかですね、えー、他の候補の支持に回っているようなんですね。はい。ですから、推薦人20人の確保が難しいということで、これ、難しいって言うと、えー、石破さんの推薦も終わっちゃいますから、とりあえず確保できてますというは言われてるんだけども、そこが難しいということで、出馬見送り。で、なおかつですね、あのー、石破派の中から、えー、支援に回っているの河野さんなんですよ。はい。改革派路線というね、えー、ところを全面 に打ち立ってる河野さんのところに回ってますから支援に回ってますから石破さんの方からですね、えー、河野さんの支援に回る可能性も高いのかなと思いますね。 えー、そしてあの3人の、えー、立候補されている方々の政策、さまざ、あ、ま出てきていますけれども、菅、ええ、さんがこう見ていて気になるところ、ポイントになってくるのは、どういったところだと思いますかやっぱりね、これからね、えー、じゃあ今、一番どこに国民が関心を持っているのかというと、もちろんコロナ対策ですよ、ええで、コロナ対策なんですが、それに加えてです、ね、コロナ後の日本経済、どう立て直すんですか、このコロナショックに見舞われるまでもです、ねまああの前、前までもですね、うん、日本経済、非常に苦しい。 厳し,厳しい状況にありましたから、はい、加えてそこにショックが襲ったわけですからね、えー、どう立て直していくのか、その経済政策というところがポイントになってくるかなと思うんですよね。 その中でやっぱり、えー、岸田さんが所得倍増計画というのを仕立てたんですが、はいえー、令和版所得倍増提唱ということなんですけども、ええ、できるんですかと、本当にと。ね。だから具体策を示してほしいんですよ。あのー、そういうキャッチフレーズはね、非常に素晴らしいものがあるんだけども、これ、昭和の時代の所得倍増計画っていうのは、 あの、石破さん、あ、失礼、岸田さんが所属する高知会、ここがですね、でから出てきた池田隼人さんというね、はい、総理大臣が進めてた政策なんですが、ええ、じゃあ当時の状況っていうと、人口も右肩上がりで伸びていたし、何よりもですね、昭和の高度経済成長期、これに入る直前だったんですよ。 だから、そういったね、あのー、動きがありましたから、いとも簡単に所得倍増が実現できたんだけど、今、人口は減少してますよね、と。プラス成長は難しいですよね、はい、という中でどうやって、 で、これを実現していくのか、やってほしいけども、その具体策が、今後どういう形でね、示されるのかっていうのはポイントだろうなのかなと思いますね。はい。で、もう一つ、じゃ高市さんはどうかというとですね、ええ、まあ、今申し上げた物価上昇率2%を目指していきますよと。で、そのためにはですね、財政出動と、え、金融緩和。まあ、これはある意味でアベノミクスの焼き直しというかですね、継承という形なんですけれども、じゃあ、その一方でね、えー、まあ、言ってみれば、その改革をどう進めていくのか、何を どう改めていくのかえ今どういう問題を企業が、あるいは政府が抱えていて、どこをですね、改革していけば、このえ物価上昇率2%が実現できるのかというのが、なかなかちょっとその部分が具体的なものが見えてこないなと思いますね。で、加えて河野さんはどうかというとですね、やっぱりあの、脱炭素社会というですね、中で、どうやって日本はですね、その中で技術革新、イノベーションですね、 目指していくのかつまり脱、えー、炭素、ね、CO2 の排出量を、えー、抑制していきますよということっていうのはどっちかというと後ろ向きというネガティブなイメージがあるんですが、はい、これをむしろ、ね、技術革新で日本がリーダー役を務めていきましょうというところそこで成長戦略を求めていくで加えてデジタル化の推進ということなんですけれども果たしてそれを具体的にどういう形で、ね、技術革新技術改革を進めていくのかっていうところが一つポイントなのかなと思いますね。うん えー、そしてですね、あの、メールでもいただいたんですけれども、うん、えー、千葉市の清さんですね。えっ、ー、と、今度の総理大臣には、まあ、新型コロナはもちろんなんですが、しっかりと日本を守れる人になってほしいと。うん、衆院選で自民党がどうなるかはわかりませんが、自民党総裁選の論戦、そのあたりにも注目していただきたいですということで、まあ、日本を守る、そしてあの、国家間といった部分もまた注目になるかなと思うんですが。そうですね。うん、あのー、そういった点で言うとですね、もちろんね、えー、国際条件、状況がこれで変わって、 できている中で、はいえー、日本の安全保障問題もですね大きく変化してるわけなんだけれどももっと具体的に踏み込んでねじゃあどこがリスクなんですかどこが問題点なんですかもう唯一中国なんですよ、うん、で中国とどう向き合っていくのかね、えー、どう対処していくのかもちろんそれはですね、えー、まあ純粋となる、えー、軍事の部分もあるでしょう、はい、あるいはサイバーの部分もあるでしょう それをどういうふうな形で構築していくのか、そのためにはですね、今の現行の憲法で十分なのかそうじゃないのかというところもですね、全体構造をね、はい、要するに中国に対峙していくためには何をどうやらなきゃならないのかというのをもっと踏み込んでですね、えー、具体策を示してもらいたいなと思いますね。だからどうなんでしょう、岸田さんにしても河野さんにしてもですね、そのなかなかその九条の憲法改正についてはこれ自民党の方向性で方針ですから、はいええ、それはやりますよと。 じゃあ、どこを何、どういう形でやるんですか救助はどうなんですか というところがね、えー、まだちょっと不明確かなと、まあ、これはですね、おそらくこれそれに至るまでの、えー、論戦と言ったらいいんですか、えー、総裁候補3人による論戦の中で、具体的な形が語られてくることになりますけれども、うん、まあちょっとそのあたりに注目したいなと思いますね、うんまあ、これからその、まあ、いろんな議論ですとか、またさまざまなメディアに出演されることもあると思うんですけど、そういったところでまあどういったことを打ち出してくるのかに、えー、注目していくべきだということですよね。それとと、ね、やっぱり、ねはい、3人できちんと、うん そういいっった政策論争をやって欲しいですよ、はいえー、だからあのバラバラにね言ってるんではなくて何回か一堂に会してやはりあの国民の見える形でねもちろん、えーまあ、党員・党友以外は投票権ないんだけれども、はい、ただ結果的に日本国の総理を選ぶわけですから、まあ、その結果が、えー、今回次のです、ね、総選挙にも影響するわけですからその辺はですねきちんと見せてもらいたいなと思いますね。うん えそして、あの、自民党の党風一新の会というのが発足しまして、次期衆院選を前に自民党の当選1回から3回の有志の衆議院議員がえ結成したえ議員グループがあるということで、あの38、383人のうち衆議院の275人、うち45%にあたる126人があの、当選3回以下ということで、いわゆるその若手の議員の方々がどうなっていくかというのも、これは気になるところですよね,ね。 あのー、なんで若手の議員がこうやって独自の動きをし始めたのかっていうと、はい、まあ結論から言って言えば選挙弱いからですよ。つまり安倍さんの安倍政権下で、えー、ね、安倍さんのおかげで当選してきた、あのー、ですから、老せ説してね、当選してきた連中が多いのがこの1回戦2回戦3回戦に固まってるんですよ。はい。で、そうすると自民党のあるいは内閣支持率が下がってくるとなると、要するに自分は当選できるのかどうなのかという焦りがですね、こういう動きを、えー えーまあ、あの呼んでるんででるすね、えーえー、だからね、やっぱりね、選挙ってのは自分の力で勝たなきゃだめなんですよ。こんなことやってないで、選挙区回りなさいと。<ー>ね、だから、その地道なですねに、日常的な選挙活動をせずですね、ただ党の看板、うんね、誰が総裁になるかで、自分の当落が決まっちゃうんで、えー、こんな情けない話ないですよね。勝てる総裁が欲しいっていうことですもんね。そう、党一心じゃなくて、自分を一心しなきゃだめなんだ、これは。う えー、そして、あの、好位継承についてもさまざま、あの、この政策という部分で。 上がってきていますけれどもこちらいかがですか。えー、それはねさっき新郷さんが言われた、うん、国家間の問題ですよね。はい、やはりこの高、えー、室をどういうふうに位置づけて、えー、この社会の中で日本社会の中でね、はい、えー。どうかドライワイでいくのか、うん、というところはですね、やっぱりこれ出てくるのかなと思います。うん、ですから、えー、これについてはですね、その国家間というものをきちんと見た上で日本の国家間というのはね国柄と言ったらいいんですが、はい、どういう国なのか、うん、こういうですねベースの考え がしっかりないとです、ねねえー、男系なのか女系なのか、女性宮家の喪失なのかっていうのは、ね、例えば今ね、男女同権なんだからみたいな、んそんなあやふやな考え方で、えー、女系天皇だよとか女性宮家の喪失なんていうところに走るんではなくて、要するに個別の個別のパーツじゃなくんですよ要するに日本の国柄というところを起点にです、ね、この問題をどう捉えていくのか。 というところを考えないと、非常に浅い議論になってきますね。ここねうそうですよね。はい、えー。この時間、自民党総裁選、立候補表明の3人が支持拡大を呼びかけるというニュースについて取り上げました。各候補者の政策についても深掘りしていきました。えー、この時間、ジャーナリストの須田慎一郎さんにお付き合いいただきました。以上、この時間をお届けしました。おはようニュースネットワークでした。この時間は、教えてニュースキーワードです。 山中竹春横浜市長が IR 誘致の撤回を宣言。横浜市の山中竹春市長は10日、就任後初となる市議会の本会議に出席し、所信表明演説で IR 誘致の撤回を宣言すると正式に表明しました。予定地の山下埠頭については、再開発に向けた検討を進めるとしています。 カジノを含む統合型リゾート IR の誘致反対を掲げて当選した山中横浜市長ですけれども、誘致撤回を宣言。これは横浜市としてもこう大きな方向転換になっていくということですよね。そうですね、うん。まあこれは当然予想された動きでしてね。もともと公約のですね、筆頭に位置して、トップに位置していたのが、この IR からの撤退ということですから、まあこれはえ当然ですね、当初の予定通りの行動だと思いますね。はい。ただ、あの、そもそも ですね、じゃあ山中市長がこの方針を貫き通すことができるのかどうなのかというのはですね、はい、まあ今後の状況を見守りたいなと思うんですよどういう姿勢かというとですね貫き通せるかどうかそれが疑問かというとですね あの、要するにそのリーダーシップと言ったらいいんですか横浜市政をですね、こう引っ張っていくだけのですね、えー、まあ、その、えー、求心力がね、果たして今後も維持できるのかどうなのかっていうところが一つポイントとして出てきてるんですね。はい、で、どうしてかというとですね、やっぱり今回、えー、自民党を中心とする、まあ、あの、政権与党サイドはですね、野党の側に回っている。とはいえね、やっぱりこれだけ大きな政治指定都市になると、えー、与野党激突で市長選が行われてもですね、議会という いうのはですね、どっちかというと、オール与党体制になっていくんですよ、で、そういう形で、まああのー、スムーズに、ね、議会運営していきましょうみたいなことになるので、はい、本来だったらそういう方向性が、えーまあ、流れていくっていうことが予想されたんだけども、どうもそうもなりそうもないんですね、まあ、今回ですね、自民党サイドは、小の木八郎さん、元国家公安委員長ですね、えーまあ、菅さんの側近と言われた人を立てて、戦って、17万票ですか、差をつけて敗れたわけなんですけど、大敗しましたよ。えー えーまあ、そういうところもあるんですけれども、まあ、結果的には選挙が終わってしまえば、与党に回るのかなと思ったんですがで、その中で見ていきますとね、その自民党がです、ね、山中さんをです、ねまあ、激しく攻撃するというかです、ねえーまあ、協力しないという方向に動きそうな気配が出てきたんです、はい、それなぜかというとですね。えーえー あの、山中さんに関してですね、まあ選挙戦の中で、中でもで指摘されていたんですが、特に選挙が終わってからですね、様々なスキャンダル問題点が、 吹き出してきたんですよ。はい、で、その一つがですね、まあ、今回ね、争点は IR 誘致だったんだけれども、えーえー、あの、投票行動自体、有権者の投票行動自体は、やっぱりコロナ対策どうやってくれるの、えー、市民に対して、えー、どういうふうに、えー、コロナ収束をしてくれるのというところに、がある意味で、えー、投票行動の中心だったんですね。えー、で、なぜそうなったのかというと、実は、えー、まあ、立憲民主党中心にですね、山中候補は、まあ、現市長ですね。はい、山中さんは、 コロナの専門家だと言い続けてきたんですよ。なぜ専門家なのかこれはまあ当然まあそう言ってもおかしくない、えー、肩書きがあってですね、えー、横浜、元横浜市立大学の医学部教授ですと。 横浜市立大学の元医学部教授です、というところで、で、司会もコロナに関して情報発信をしてきたから、コロナ対策に関して情報発信もしてきたから、コロナの専門家ということでダーッとして、だったら今の横浜市にはこういう人が必要だね、というね、市民感情になっていった。これは当選の一つの大きなですね、え、まあ、要素要因になったんですね。ところがですね、よく見てみると、実はこの山中さん、山中市長は、 えー、医学部の教授であってもですね、はい、お医者さんではない。はあ、医師の免許を持っていない。えええー、感染症の専門家でもない。<ん>ということなんですよ。ええええ、じゃ何やってたのと言ったらですね、あのデータ処理の、え、データサイエンスの専門家だと。つまり情報処理なんですよ。 つまり、いろんなですね、そういう集まってきたデータを処理して、それを分析するという、そこは専門家なんだけども、医者でもなければ、治療もできなければ、感染症の専門家でもない。 ということ、うん、これ、嘘ついてたんじゃないのコロナの専門家っておっしゃっていたのであればそうですよね。だから、えー、その辺の経緯、はい、あるいはですね、過去の経歴にも<っ>、えー、クエスチョンマーク、つまり、えー、虚偽の、えー、経歴をね、あの、まあ、選挙戦に置いたらさすがにそれやると公職選挙法反になっちゃいますから、それまでですね、ある種、虚偽の経歴を使ってたんではないかという疑惑も浮上してきた。うん、それからですね、横浜市立大学にデイリス、これが一番問題なんだけども、はい、あの、業者に対してですね、 パワハラというかですね、同活して、えぇ、ー、共用したんではないかという疑惑が出てきて、これについてはですね、あのー、市民がですね、刑事告発を行うというところにもなったんですよ。もうすでにこの山中市長、刑事告発が行われている。そういったね、もうスキャンダル満載の人などだけにですね、はい、えー、まあ,あの、自民党サイドもというか野党サイドもですね、手ぐすねを引いて待っていると。 で、さっきの話に戻りますけれども、そうするとね、リーダーシップが果たして発揮できるのかどうなのか、というところに今なってきてるんですね。だから、場合にやっても本当に IR 誘致の撤回っていうのは、貫徹できるのかどうなのか、というところも出てきている。まあ、もしかするとですね、任期途中で退任なんていうこともあり得るんじゃないか、というふうに横浜市内では言われているんですね。 そうなると、その横浜の今後、横浜の未来というのはどうなるのかということですよねだから、あのー、今後、ですね議会運営という中で、はい、じゃあ、果たして、えー、野党も含めてね、議会野党も含めてですね、そのね協力が得られるのかどうなのか、えー、というところが一つ大きなポイントなのかなと。 だから今後の議会の動きについてはです、ね、見ていかないと要するに立ち往生して任期途中での退任もせざるをえないという、ね、状況にななるのかなと思いますね、うんえー、そしてあの IR についてなんですけれども、まあ、日本におけるこの IR 今後どうなっていくのかといったところも聞きしたいんですが、はい、あのとりあえずですね大最,最大で3カ所選,べる選ばれる見通しなんですが、はいまあ、とりあえず先行している、ね、大阪、 ここはほぼ確実なのかなと思いますけれども、うんええ、残り2箇所でとりあえず手が出るのは和歌山県、長崎県ということになるんですけれどね、はい、これね、横浜が撤退するとなると、もしかするともしかして、東京が手を挙げる、ね、なんてこともあり得るのかなと。 その可能性もあるんですかあるんですね。うん、あのー、ですからそういった点で言うと、まあ、大阪はね、私を見るところ、ほぼ決まりなんでしょうけども、それ以外2箇所、でも2箇所全部埋めなきゃならないこともないんですよ。はい大。大阪1箇所ってこともあるんでしょうけども、えー、今後のですね、推移っていうのを見,、ま、見ないと、えー、残り2箇所がどこになるのかっていうのは、まだ確定しているわけではないということですよね。まあ、いずれにしてもですね、えー、アフターコロナの中で、えー、このね、IR っていうのは位置づけられるはずですから、はい、その中どうい。ううふな形 で、これを位置づけていくのか、日本の国家戦略も問われることだと思います。そうですよね。あの I. R. 自体は、まあカジノも含みますし、その国際会場ですとかね、はい、そういったものも含まれていますからね。ねはい、えー。この時間、教えてニュースキーワード。今朝は山中竹春、横浜市長が I. R. 誘致の撤回を宣言というニュースについて取り上げました。ここだけニューススクープアップです。えー、この時間、最後のニュースをスクープアップ。 アメリカ同時多発テロから20年、グラウンドゼロで追悼式。2977人が犠牲となったアメリカ同時多発テロから11日で20年となり、ニューヨークの世界貿易センタービルの跡地グラウンドゼロでは追悼式典が行われました。式典には遺族のほか、バイデン大統領とジル夫人、オバマ元大統領やクリントン元大統領などが出席しました。 日本人24人を含む2977人が犠牲となったアメリカ同時多発テロから20年先月末にアフガニスタンからアメリカ軍が撤退したこともありまして20年にわたるテロとの戦い大きな転換点になっています。はいあのー、実はです、ね、私はでですすねね私、うん、この年9月11日 その前日までですね、あのー、このニューヨークに、で、マンハッタンでですね、はいえー、取材しておりましてと、特に世界貿易センタービール、ツインタービールというふうに言われてたんですが、当時ね、えーえー、ここにですね、9.10に取材に行ってるんですよ。えー、だから1日ずれていたら、えー、場合によってはですね、私もここで喋ってないなと思うんですけれどね、はい、当時取材さ,さ,させていただいた方はですね、えー、全員亡くなってるんですね。はい だから、それまではですね、アメリカ経済絶好調でして、はいえー、株価も上昇しているという状況の中で、まあ、その中でアメリカの中枢、特にアメリカは建国以来ですね、本土が攻撃されたことないというのをですね、一つの誇りにしてきたんですが、はい、ただ、テロによって、えー、そこがですね、標的にされた、攻撃されたということになったもんですから、もうアメリカは何かその復讐と言ったんですか、えー、それに対してですね、もう、 まあそれは、ねまあ、冷静になって考えろということが絶対に通用しないように、まあ、アメリカでも一つにまとまってましたからね、はい、それでまあアフガニスタンとの戦争に踏み切りというそういうい流れだったんですねそれがまあ撤退がありましてちょっと大きな転換点にこれはなっていますけれど。 そういった点でいうともですただね、ねちょっと今あのバイデン大統領が指示をして、えー、このアメリカ同時多発テロに関しての、えー、捜査、まあ、いろんな各機関がやったんですけれども捜査資料の一部解除というのを にししましてね、FBI、の捜査資料が解除されたんですよ、はい、ですから当時どういう状況だったのか果たしてその黒幕というふうに、うん、世の中的にというのかなマスコミ的に一部指摘があったのはサウジアラビアの存在なんですよ。はい まあ、オサマベイン・ラディンというね、えー、主犯がですね、まあ、サウジアラビア出身ということもあって、その関与がどうだったのかっていうのが一つポイントの、いくつかあるポイントのうちの一つだったんですが、その一部解除された資料によってはですね、それは証明されてないというかですね、えー、それについての具体的な記述がなかったということなんですね。はい、で、もう一点ね、この疑問というか、ある種陰謀論めいてしまうんだけれども、ええ、要するにアメリカの まあ、情報機関だよとか、情報機関は、事前にテロが発生するであろうということを察知していたけれども、はい、それをですね、えー、やめさせることなく、それを防ぐことなくですね、むしろ、その、それを容認した、黙認した。 というようなですね、そういう噂ですよ。えー、ちょっと陰謀論を見た,たんですが、で、結果的にそれは何を意味するかというと、特にアメリカのですね、軍産複合体、これが戦争を欲していたから、うんで、戦争に生みからせるために、要するにそういう黙認したみたいな話もあったんだけども、それについても未だ立証されてませんから、おそらくそれはね、ちょっとうがしすぎだろうなと、ちょっとかなり激しい陰謀論を見えてるなと思いますけどね。 そしてあの、このアメリカ同時多発テロが起こった時は、まあまあ私は小学生ぐらいで、あの今日アシスタントに手伝ってくれている内田アナウンサーはまあ4歳とかそのくらいになると思うんですけれど、あの報道によりますとアメリカ国民の2割は、に当たる人が同時多発テロのその後に生まれているという部分で、もうこれをこうどう、まあ継承していくというか、この記憶を繋いでいくかといった部分もあるのかなと思うんですが。 あの、ただですね、やっぱりト地へ行きますとね、はい、まあ、あの、その時の、うん、あの、なんですか、その、えー、メモリアルをですね、展示してある場所であるとか、あ,ね、あるいは、えー、マンハッタンのですね、ロアマンハッタンのところにあるバッテリーパーク、はい、ここにはですね、えー、この世界貿易センタービルの、えー、1階に、なんていうのがあったオブジェ、これが、 高熱で溶けてるんですよ。で、これがですね、あの、バッテリーパークと公園の中にね、えー、設置されて、えー、見ることができるようになっていたりとか。だからまあ、その、アメリカ本土がテロによって、えー、攻撃されたということを、記憶をね、風化させないようにという動きは、やっぱりありますよね。そうですよね。私もあの、2年ほど前に、うん、あの、9.11のそのメモリアルミュージアムに9月に行ったんですけれども、はい、その、 あの、曲がった鉄筋であったりとか、一期目のその通報を受けて駆けつけた消防車が2、二、はい、期目のその激突でこう、 ひしゃげていたりとかぐちゃぐちゃになっていたりとかそういったものがもうそのまま残されているんですよね。ね<え>、うん、だからそういった点で言うとね、やっぱりね、あの、誰かどなたが亡くなったのかっていうところも全部、はい、あの、跡地には刻印されてますし、ね、あの、ろうそくはね、そうですね灯されてますよね。はい。だからそういった点で言うと、あの、どうなんでしょうね、あの、実態物理的にですね、アメリカに大きな傷跡を残したということに加えてね、やはりアメリカ国民の 精神的なところにも大きく傷跡を残したのかなと。で、加えてもう一つの大きな傷跡っていうのは、ええ、じゃあこの20年間テロとの戦いをやってて、何か成果があったのかどうなのか、何か、えー、結論を出したのか。 というところを考えてみると、確かに死亡者のオサマビン・ラディンはですね、殺害しましたよ、アメリカ軍は。ただ、それ以上にですね、じゃあ、テロとの戦いっていうのはおさ終焉したのかっていうと、どうもそうじゃない。今のアフガニスタン情勢を見てみても、ねえー、もともと、じゃあなぜタリバンがですね、駆逐されたのかというとね、やっぱりそのタリバンがオサマビン・ラディンをですね、かくまっていた。はい でアメリカの要求に従ってそれを差し出さなかった、うん、というところが空爆から始まっているわけですよね。えーはい、でそうするとじゃあそのタリバンがここへ来てアフガニスタンの支配者に復帰してるじゃないか、うん、というところもあるし、はい、じゃあその中でアルカイイダはまだ残っているし、えー、むしろアルカイイダから分派したさらに過激な IS。 これがですね、今、アフガニスタンの中には5000人の戦闘員がいると言われていて、今回タリバンがですね、えー、まあ実験を掌握したことによって、それが拡散していく、うん、例えば中央アジアへ中国へ拡散していくんではないかという懸念が出てきている。はい、むしろ テロとの戦いはどん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 深まってるのかなと思いますけどね。またこうアフガニスタンがテロの温床になるんじゃないかという懸念ですよね。もう十分なってるんだろうと思いますよね。はい、だから各国は、特に、えー、国境を接している国、近隣の国はですね、それは怖いもんだから、じゃあタリバンにおもねる資金を提供する。うん それはまたまたますます,です、ねえー、テロを拡大していく可能性だってないわけじゃないと私は思いますけど、ねうん、これ、今後、アフガニスタンに対してこうアメリカはどう向き合っていくのかというのもこれは課題になってきますよね。うん、ねですから、あのー、実行し合えばしてるんだけれども、はい、ただ、この民主的な手続きで、えー、できた、まあ、政権改革付きの政権ですけれどもわけじゃないですからね。はい あのそういった点でいうとやはり、えー、西側先進国にとってみるっていうとタリバンの、えー、支配するアフガニスタンを えーまあ、タリバン政権を承認するということも、かなりハードルが高い、だからといってそれを放置するとなると、えー、さっきね、新庄さんが言われたような、えーまあ、テロの温床になるんじゃないか、解決の温床になるんじゃないか、これに対してね、えー、なかなか、えー、実効的なです、ね、対策を講じることが難しい、ですからタリバンを相手にしなきゃならないんだけれども、交渉相手にしなきゃならないんだけれども、ただその一方で、その手続き上は、価値があるよねと、問題があるよねと。 いうところで非常に悩ましい状況になるっていくと思いますね。はい。以上ここだけニューススクープアップでした。